よろしくお願いします。こんにちは。薬剤師ようこママの大作戦の時間です。今日はママの困ったを解決する方法と題しまして、シングルマザーのゆかりんと一緒にお話をしていきたいと思います。ゆかりん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。子育てしているとね、ストレス溜まってイライラしたり、プンプンなんだか怒ってみたり、いろいろありますよね。ありますね。ね、私夫婦でね、最初に一緒に住んだ時って、やっぱり夫婦同士の価値観もちょっとびっくりしたこともあって、はい。私の場合、1週間ぐらいですかね。まあ土曜日、うん、初めてお昼を作った時に聞いた価値観の差が、うちのお昼はね、はい、ラーメンに決まってるんだって土曜日がって。そんなルールいつできたっていう。まあ、結婚してすぐ結構カルチャーショックを受けた感じがありまして。お昼、その日はラーメンを用意せず、チャーハンを用意してたんですけどね。ダメだったみたいで、ラーメン買いに行きました。買ってきてくれたはいいけど、ラーメンの麺だけ買ってきてくれまして、そこから何をしようって言うんでしょうっていう買い物行く気満々の土曜日だったので具がないっていうここからどう調理をしようっていうなんかすごい一周目を迎えたことがありましてカルチャーショックは結構ありましたね。なんかゆかりさんとかはその、うん、夫婦間だったり子育ての間のエピソードでもいいんですけど、なんか驚いたことってありました？あ、驚いたこと、ま、普通、ま、私の中で普通だと思ってたことだったので多分そこの食い違いが出たのかなと思ったのが、あの子供を産んだら、ま、当然子供中心の生活になると思うんです、普通のお家は、うん、でやっぱりあの赤ちゃん生まれたばっかりの赤ちゃんって3時間おきにおっぱいあげなきゃいけなかったりとか、うん、まあ、あの おむつ替えてあげなきゃいけなかったりとか、うんうん、って当たり前じゃないですか、うんうん、だからまあ申し訳ないけど旦那さんは自分のことは自分でできるから自分でできること自分でやってねっていうスタンスでいたんですよ。うん、そしたらある日娘のおむつを替えているところで主人から言われたのが、お前子供産んでから変わったよなって言われるえって変わったいや私は私のままなんですけど、まあママにはなりましたけど私は私なんだけどっていうそうですね、旦那さんも私たちもですよね、ねえ、いやママですからというところだったんですけどね、ちょっとね手を貸してほしい、 いやむしろ一緒にやろうってなんでならないのかなとかもね、うん、ちょっと思いましたね、なんかね、いやそうね、みんな結構は同じ思いしてるんじゃないのかなって思うんですよね、一回は通る気がいますよね、うん、あれ？と思ったり、ね、することって結構あるなと思うんですけど、まあそんな中身をね近所のママ友とかに話すと結構あらうちもよって言われて、ちょっとやっぱり安心したりとか、いやうちはこうしてたっていうのを聞くと、あうちもやってみようかなって思ったりして、うん、まあ結構うまくいったりとかすること、うん、
結構あるのかなって思うんですけど、碇さんのところはどうでした？そうですね、まあ、本当に、近所のママ友とお話ができたりすると、やっぱりそういうね、あの自分だと分からなかったこととかはあったりはするんですけど、まあそれも、まあ、ちょっと私、主人をある時期に亡くしてしまってですね、そうすると、こう、やっぱり一人で子育てをするようになると、なかなかこの価値観が合わなくなってきちゃうんですよ。ママ友と？ママ友と。当然、こう、まあ、今ワンオペ育児とかっていうことも言われていて、旦那さんがいても結構一人で頑張ってるママさんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、ただまあそれでも私の中ではやっぱりこの価値観の違いがあってもご主人がいると、まあそれでもこうぶつけ合えるっていうのがあると思うんだけど、シングルだとこうそういうことが全くできず、そうですね、で、で、じゃあそれをその今まで話ができていたママ友に話をしたところで結構分かってもらえないこととかあってですね、そうですね、もやっとするってことですもんね。そうですね、だからなんかこう話してもんとか、なんかスルーされちゃったりとかすると、っていうことがこう続くと、もう結局話してももう分かってもらえないならもうしょうがないなって、こう結局話さなくなってしまって、まあ距離ができてしまったりとか、いうことが起こってきてしまっていまして、それは辛かった。そんな時はどうしてました？昔、うちの子がちっちゃかった時はもう本当インターネットっていうもの自体がなかったし、個人で携帯を持つなんていう文化がなかった時代なので、まあ一人でもやっとしたものを抱えたまんま、なんとかやり過ごすっていう感じでしたね。そう、インターネットっていう話も出たんですけど、今は気軽に LINE だったりとか、SNS の、メッセンジャーとかもね、使ったり、インスタで上げたりとか、いろいろ連絡してつながるツールがあるのかなって思うんですけど、忙しいね。シングルママもそうやってどっかでつながってるっていうのがあると思うんです。なんかね、自分の家事もやって仕事もして、そんな遊びに行く時間とかもないしと思っても、家に行ってちょっとした隙間でどうしようとかつぶやいてみたりって、ツイッターとかもね、あんだけ短い文字ならスッと打ってたりとか、ネットを使ってちょっと相談してみようかっていう便利なツールもあるんです。今、LINE で相談してって、ね、できますよっていうツールができました。今真ん中に貼ってある QR コードを読んでいただくと LINE につながります。友達登録をしていただくと、ママ楽 SOS っていうページで登録してみてください。虐待心理の学んでいるカウンセラーさん、キャップのカウンセラーさんが対応します。虐待心理研究所の岡田式 AC 判別法を学んでますんで、いろんな癖のあるタイプ、あなたのタイプ、旦那さんのタイプ、いろんなケースを考えてアドバイスがいただけます。シングルマザーだけじゃなくって、子供がね、どうしよう、悩んでるのをどうフォローしたらいいのか、分かんないですよね。で、私男の子なんですけど、男の子の心理が分からないんですよ。子供が自分が女兄弟なので。
これどうしたらいいんでしょうっていうのは、なんかつぶやいてみて、ほらお父さんがいるお家もあるから、ね、こう言われた時にどうしたらいいんだろうって、ちょっとね強く言われた時にどう返したらいいんだろうとか、うん、なんかつぶやいてもらったらいい方法が見つかるんじゃないのかなって思うので、よかったら LINE を登録してみてください。ママ楽の LINE 公式アカウントはこちらの左側の QR コードです。使ってみていいなと思ったら、お友達とか学校の友達、お母さんにもお知らせしてみてください。よろしくお願いします。そして、やっぱりね、LINE って文字だけって寂しいわっていうお母さんも、余裕のあるお母さんもいると思うんですよ。子育て。ね、小さい時って結構忙しくてもう手が回らなくても、子供が小学校中学校って上がっていくと少し余裕が出てくると、お母さんも直接つながっていたいなっていうのが出てくるかもしれないので、よかったら遊びながらカービング学んだり心理学学んだりっていろいろ学びながら子育てができたらいいなと思うので、そんなページがこちらの左側のママ楽ホームページの中にあります。どんなことをしているのかはこちらのホームページでよかったらご覧ください。そして、いや、今日の子育て悩んでてどうしたらいいのかしらっていう解決ネタもあります。サークルダルメシアンのページもよかったらご覧ください。そして最後までご視聴いただきありがとうございました。LINE 公式アカウント、こちらの真ん中の URL、ぜひご登録ください。皆さん待ってます。ぜひつぶやいてください。今日はゆかりんありがとうございました。はい、ありがとうございました。私が子育てしてた時に会ったら絶対登録してたと思います。はい。皆さんつぶやいてください。そして笑顔の時間が増えるといいなと思ってます。ぜひご登録ください。お待ちしております。